こんにちは。生活応募の動画について、いろいろとね、コメントやメッセージをいただく中で、何点かね、ちょっとこう、私としてはこの誤解を解いておきたいなってことがありまして、今回の動画させていただきます。まあ、見てくださる方は少ないと思いますけども、生活応募に関して私がね、どのように感じているかの一端をお知らせできればと思っております。まずはね、生活応募を受けている方が、怠け者っていう考えは私は違うと思うんですよ。 もちろん本当に怠けたくって生活保護を取られている方がいるのもあるかもしれませんけども、それはあくまでも役所の人がね、これだけ生活保護が取りにくい中で、この人には支給してもいいよって認めたんで、どちらかというと生活保護を受け取ってる人よりも受け取らしている制度や係員の方に責任が行くべきだと思います。 ですんで生活保護の認可が下りて受け取ってる人を責めるのはお門違いだと思いますねここを出発点にしないといつまでたっても生活保護を受けてる方は悪い人不正をしてる人っていうことになっちゃうんですよそうじゃないんですよ窓口の人が許可を出したその許可がどうだったのかどうだったのかなってことを私たちはね見つめていかなくちゃいけないんですよだから見る方向が全然違うんじゃないですかってことを一つ訴えかけたくてたまにこういうこともね言わせていただきます それからね、怠けるってキーワードに対しても私いろいろ思うことがあるんですけども、例えばね、私はね、あのー、今50歳で体力も落ちてきてるところなんですけども、多分ね、あのー、1時間ぐらいは、あの、ジョギングできるんですよ。ね、でも、中には10分ジョギングしたらヘッコって、これね、疲れちゃう人いるでしょそれって怠けてるんですかね体力的に衰えるところとか限界が来るところってみんな違うんですよ。 これは怠けるのとは違うと思うんですよね。だから、今、1日に8時間、ちゃんと働ける人もいれば、2時間働いたら、もうね、いろんな意味でもう、体が動かなくなっちゃう人もいるんですよ。それは怠けることではないと思いますよ。場合によっては、出勤とか働くってこと自体に、もう全然体が反応しなくなっちゃってる人もいるんですよ。それは怠けるってことなんですかね。仕事をしてない人が怠けるっていう単純な発想は私にはないですね。 あのそもそもね仕事っていうのは社会を支えるために必要なことではあると思いますけどもじゃあね仕事ができなくて苦しんでる人がいるってことにあの目を向けたことがありますかってことなんですよ。いいや仕事ができないって結構苦しいですよ。うん、それこそね仕事がやりたくないっていうところに仕事をしていないって言うんだったら苦しみはないかもしれませんけどもそれでもねやっぱりねあの仕事って報酬が得られる以外の大きな意味があります。 例えば職場では必ず人間関係ができますよねその中で仕事を褒められたり時には叱られたりっていうエピソードが生まれるわけですよそれは人間的な成長とか発見や気づきにもつながりますし自分でも思ってもみないようなあの進化のね窓口になったりするわけですよもちろんそうじゃなくてねネガティブになっちゃうところもあると思いますけどもとにかく様々なそこでは社会が運営されてるわけなんですよねでも仕事ってものがないと 結局社会とのつながりって非常に薄くなって勘違いをした社会感を持ってしまう可能性が強いんですよねで仕事をしているとやっぱり信用がつきます、うん、やっぱりね知り合いとか家族の方から見ても仕事をしている人としてない人どちらの評価が高いかっていうと残念ながら仕事をしている人なんですよそれは何でかっていうと多くの人が仕事をしているから自分と同じようにいろんなね苦しいことがあっても仕事を頑張っている人に共感するんですよでも反面 仕事を全くしてませんよって人にはやっぱりね怠けやがってみたいな気持ちがね来るわけですよだからそういうのもあるから仕事をしてないもしくは仕事ができないっていうコンディションっていうのは本当にね窮屈なものをしていて社会に対してねものすごく薄きしたものがあるんじゃないかなと思います仕事なんてしなくていいんだよとまたいつかさできる時に頑張れよと今は休んどこうよっていうふうに声をかけてもらう人に対して救いを求めるのかそれともね仕事をしないで怠けやがってっていう人に 何か感じるところがあるのか相手の立場になってみたら分かると思いますけどもただ単純にね仕事をしてないから怠けるみたいなそんな発想ではちょっとやっていけないんじゃないかなと思いますよね、まあ、そもそも仕事ってみんなしたい人もいますけどもどっかで辞めたいわけでしょ永遠に働きたい人っていないわけですよじゃあその瞬間いやー今日も仕事終わった帰ろうかなって時に怠けるなって言われたらどう思いますそれから定年退職してね もしくは別の事情で働かなくても良い環境を得た時に怠けるなって言われたらどうですかそんなこと言われたら私だってずーっと仕事してないですからね。怠け者の咲いてるもんですよ。じゃなかったらこんな動画更新ね、してらんないですからね。一日に何本私動画撮ってるか思います。20本とか30本とか動画をずーっとやってるわけですよ。<laughs> しかもこの格好で <laughs>。完全に出勤しないでしょ。どんな仕事をしてるのかも謎でしょ。サボってるわけですよ。怠け者なんですよ。でも今はね、 怠け者でもちゃんと収入を得るようなテクノロジーってものがあるわけですよだから私としてはねテクノロジーを生かして出勤したくない方仕事がなくても収入が欲しい方に対しては私はメッセージを送ることができるんですよでも出勤をしたりとか仕事をすることによって収入を得たりとか社会参画をしたりとかそこでの人間関係に一定の満足度を得たりとかっていうふうをないあの求める人はそういう方法を取ればいいと思うんですよね うん、だからねその生活保護だからなんだって揺れてるはずな違うと思いますよただ生活保護を受けてるだけであとは私たちと同じような現実に苦しみ将来に不安を抱えて夢や希望を少しだけね、あのー、淡く育んでいる少子民じゃないですか仲間なんですよ仲間ねだから足ざに言うことはないと思いますよでむしろ私はね生活保護の環境が悪いというところに非常に同情するところがあります 生活保護の支給金額が低いっていうところとかね生活保護がやっぱり平均的に下に見られているっていう私たちの先入観ですよそんなことをやってる限り生活保護者の中からね大物が生まれないじゃないですかだって生活保護の方だって無能じゃないわけですよその中には全員じゃなくても世の中に大きな影響を与えてくれる方っているかもしれないんですよなのにそれを発掘しもしないしそういったところに私たちがみんなね蓋をしてしまったら もう生活保護の方が最初は意欲的でもそのうち腐っていきますからねどうせ世間にはこういうふうに見られてるから頑張ってもしょうがねえみたいに私たちが察しちゃうってことなんですよだから生活保護の方も生活を立て直していただいてねそして元気が出てきたらまあ自分の思うことやったらいいよそれが社会の一員であるってことだし仮にね多くの人が社会の一員と認めなくても俺は認めていくからねみたいなね俺は分かっていくからねっていうふうに社会の風潮に要するに多数派に合わせてね あの、令和新選組叩きをするような自民党や野党の皆さんと同じような思考になることはないかなと。むしろ少数派に私たちはね、寄り添っていく、少数派を守る少数派であっていきたいなというところがありますけども、皆さんどれにお感じですかね。まあとにかくね、その生活保護とかね、怠けるとかね、あの、人にレッテルを貼らないことですよ。いいじゃないですか。いろんな人がいて。で、自分がどうあるかなんですよ、すべて。 自分が怠けたくないと思うんだったら怠けなければいいしね。自分が生活保護が良くないと思うんだったら受けなければいい。ただそれだけなんですよ。自分以外の人がやってることにとやかく言うようなね、そんな暇はないはずですよ。自分の人生をもっともっと力入れて働きましょうよ。働くっていうかね、生きていきましょうよってことかな。うん、働きたい人は働けばいいしね。休みたければ休めばいいしね。休みの期間が長くなって、うん、いいじゃないですか。うん、まあそういうふうなね、ところが許される日本ですよ。 それこそ戦争、紛争があってね、のんびりしてたら、なんか、やられちゃうみたいなね、うん。そんなことでもないですしね、うん。働かなければね、食べ物が支給されないみたいなね、そんな貧困国家でもないですから。うん、まあ、いろんなものをね、活かしながら、自分の自由を最大限残していきましょうというのが、私の考えでございます。請求書が来てるな。156万とか来てるぞ。ええー、何これ。 7, 円請求書が今嫌になっちゃいますねこの2枚の請求書これ払わなくちゃいけないのかいきなりえー、ちょっとね頑張って働きますいってらっしゃい